可愛かったですよね、本当にね。うん、いつもてったんち、それこそ手紙にこうやって、てったんち、てったんちっつってね、あれでてったんち、私のこと、手紙くれたんですけどね、ミットちゃん帰るときに。で、あげます。あ、どうも。写真入ってます。すごい。どうもどうも。入ってんの？そうなんですよ。カナダに行っちゃうときに、そうですね。お別れの手紙みたいな。そうですね。まあ、うちへついて、そうだね。うちへついてからじゃないかな。もしかしたら。うん。88年の9月5日って書いてあるって書いてある。うん、これね。うん。これは後で読んでねって書いてあるから多分カナダは綺麗だから遊びにおい遊びにおいで待ってるよ。では田中家の皆さんバイビーだってこれでもこれ本当にね泣いちゃう泣いちゃうとみっちゃんと見てここで見て泣いちゃう時あるんだけどね、うん、てったんちへお元気ですか。私はとっても元気です。飛行機に乗ったあの夜、てったんちのあてったんに会いたいなんて泣いちゃったって書いてあるんですよね。だっててっちゃんちのご飯あんまり美味しかったからもう食べられないなんて嫌だったんだねえ、これ見ともう見ちゃったと泣いちゃうんだけどね、本当に。私ね、てったんからてったんが炊くご飯とお味噌汁とソーセージが大好きなの。だってとっても美味しいんだもん。今度来る時も美味しいご飯とお味噌汁ソーセージの作り方覚えておいてね、うん、だってね、だってね、本当にこれ見るとまたすぐ泣けちゃうからね。だけどあとはもうおばあちゃんのこと書いてあるんですよね。うん。うん、あとおばあちゃんのことだからいい。だから助けてくれなんて書いてあるけど体には十分気をつけてねなんて書いてね、もう本当にこれ見るといつもお父さんからのね。本当にで私たちカナダ行った時はいつだったかな、旅行に行ったのいつだっけ。でビットちゃんに、あ、そうそう、こっち日本へ来る何日か前ですよね。ね、何日か前ですよね。あっちのロッキーのとこからそう電話したんですよね。そしたらビットちゃんが出て、うん、ビットちゃんとね本当話してたんで、てっちゃん行くからね、ね、おいでね、ってことで話してね。うん、ね、それで帰ってきて、ぐらいだと。そうだね、電話かかってきてね、うん。うん、びっくりした、もう本当にだって話したばっかなのにと思って。ねえ。ね、何しろ。せっかく大きくね、ここまで ね。なんか大きな時の、大きく大人になった時の顔よりもこの顔の方が本当にね、すごくもう頭の中に印象に残っちゃってるね。俺なんかもうだから向こう行っちゃってからはほとんど会ってないから、うん、1回帰ってきた時1回会っただけで、あ、うん、私は、まず、弟のマサルとみっちゃんのうちね、お邪魔して、バンクーバーのうちお邪魔して、1週間ね、行かせてもらったんだけど、うん、まあ、その時にね、会ってるけども。でも、何しろ、このくらいの時に一番こう、あれですね、これから下の時の方が思い出がありますね。うん、そうですね。うん、僕もまあ個人的にはそうですね。この頃の印象が一番強いですね。そうなんですよ。大人になっちゃうとね、やっぱりね。よくここのうちの廊下をこの子が座布団乗せてパッてパッてパッてこうしてこうしてやって遊んでやったの。そ
この写真もなんか、なんか寄せてこう、こうそうなんですね、これもなんか、ご座かなんかにこれもそうかもしれないね、ご座かなんかに、ご座なんか乗せて、どなんかローラーついてるから、なんかこうどこだガーって乗せて走ってたんじゃない、ローしててねこんなことやって喜んでたんだよね、ビッグちゃん、可愛かったよね、ビッグちゃんはね、本当にあんちゃん、あんちゃんつって、ね、なんかみっちゃんとかにこう、なんだろうね、英語とか数学とか家に教わりに行ってん時とかいつも横でちょろってビートちゃんいて、いろいろなんか ねちょっと遊んだりもしてたから本当じゃほとんど 毎日のようにやってたから ね前はもうなんかこの辺はもうなんていうかな、こうみんな開けっぱなしでね、もう誰が入ってきても今みたいに戸締まりちゃんとしてとかないんですよね。だからもう玄関開けたらひょひょ入ってきちゃう、こうしてそうなんですよね。ね、可愛かったんだよね、その頃がね、一番ね。小学校3年間行ったのかね、そうか。でもこのぐらい、本校かもしれないよ。88年、87年かな。でもおばさんもこうやってパスポート持っておばさんも行くから多分行く時だったのかもしれない。迎えに来た時、うんうん、かもしれないね、うん、大人になってすんごい綺麗になってたのね、うん